の馬の鳴き声選手権。はい、次とタイガーです。今回はドドン、トリスベルの馬の鳴き声選手権。まず一人目の方は、はい、やっぱりトランペットが聞きたい最初は。まずはね、王道だからね。どんな感じなのかって。ブルートラのトランペットパートの松崎さん。うん、あ、これは期待できる。これは期待できる。はい。では行ってみましょう。はい。豪華だね。すごいね。息のいいね。息のいい。なんかお尻パンパンされたようなね。えいみたいなね。よかったね。でもやっぱ馬っぽいよね。馬っぽい。トランペットだから、ね。うん。音域なのかな。やっぱ馬に聞こえますね。聞こえましたね。やっぱね。はい。素晴らしい。素晴らしい。続きまして。はい。はい、こちらはい、こちらの方、いつもの笑っちゃったんですけど、なんかすごい失礼ですよ。あの、この、まずね、角度がね、そうそうそう、すごい下から、あのね、よく見える風景のところですね。よく見える風景の、はい、ところですね。はい、続きまして、皆さんお分かりの、やばい、笑っちゃう。すいません。はい、トロンボーンのアイディさんです。イェイ。イェイ。では、行ってみましょう。はい。ちょっと笑っちゃうよね。笑っちゃいますね。え、ちょっと見ました？うん、ちゃんと揺れてくれてる、ね。そう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 。可愛いですね。可愛いですね。では行きましょう。馬っぽい。いや、馬じゃないな。馬じゃない。小動物じゃなかった。小動物、なんて言えばいいの、でも馬じゃないけど、うん、馬みたいな、なんかわかんないけど、馬かぐらい、ちょっと可愛い感じの、可愛い感じの、ちょっとなんか、わーぐらいですね。可愛い感じですね。はい、じゃあ続きまして、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちらもトロンボーンから、はい、グルトラの吉尾さんです。よし君出ました。はい、はい、どんな馬が、多分ね、予想アルパカではないと思うんですよね。なんか豪快なのやってくれそうだよね。馬よりもっといった感じになるんじゃないかなって予想です。はい、はい、かわいい。うおー、馬で、ね、うん、でもなんか馬力、馬力を感じましたね。かっこいいね、やっぱね。かっこいい。すごい。今まで聞いたのが、ラッパ、トロンボーン、トロンボーン。ラッパ、トロンボーン、トロンボーン。違うね。違う、トロンボーンの中でも違うし。いろんな馬が楽しいね。うん。ラッシャーって個性って感じ。うんうん。次の方、はい、次はこちらの方、はい、ポルケから平野さんです。いつもありがとうございます。イエーイ、かわいいね。かわいらしいクリスマスツリーとか、はい、トナカイになってますけど、うん、今日は馬でとお願いしたんですけどね。はい、いきましょう。馬ではない。馬ではない。なんだろうね。ゾウさん、ゾウさんより、なんだろうね。ゾウさんとモウジのミックスぐらい。ミックスぐらい。え、これポだった。もう一回。なんか私の感じだと、おおって言ってる感じがしたんですよ。あ、声入ってんのかな、わかんないけど。声感じしません。どっちですか？どっちですか？楽器の音でしょうかね。わかんないですけど。すごい。あ、
なんかもっと、でも、チューバとかするなら、上のやつ引っ掛けて、なんかやってくると思ったら、こう割と低温で行ったんですね。攻める、ちょっと大きめの、まあ、ゾウさん的な感じです、ね。ぐらいで行ったんですね。はい。とてもなんか大きい動物が想像できる感じでしたね。ありがとうございました。ありがとうございました。メリークリスマース！メリークリスマース！はい、続きまして、新たに音です。馬の稲鳴き選手権ということで、正直いけるんじゃないかなと思いますね。あの去年と今年僕はあの川崎競馬場であのファンファーレ隊のお仕事をしておりまして、そういう意味では誰よりも馬の鳴き声を聞いている。これはちょっといい線いけるんじゃないかと思います。やってみます。どういうことですか？どういうことでしょうか？最後のブーンブーンでも馬やるのか。しっかり馬でしたね。あすごい振りが効いてるね。効いてますね。だいぶ効いてるね。しっかり喋ってもらって、はい、長めにね、しかも長めに結構長尺で喋ってもらって。ありがとうございました。小田先輩ありがとうございました。ありがとうございました。一番馬でしたね。うん、うん、すごいあの全力で表現してくれてましたね。あのちょっと汚い感じで汚いって言っちゃうじゃん。なんか飛ばすじゃないですか、いろいろ。そうだね、なんかそういう感じをリアルに表現していただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、いろんな馬聞いてきましたね。ヘッド、トロンボーン、トロンボーン、スーザ、人の声、ね、はい、はい、いかがでしたでしょうか。いろんな馬が聞けましたね。そうだね、はい、やっぱ王道はトランペットだけど、はい、なんかそうじゃなくてやっぱいけるんだね。頑張ればね、頑張れば何でも、うん、いけそうですね。いけそうでしたね。まあ、来年は、うん、木管の方々、そうだね、木管もあるし、そうそう、オリジナルのね、うん、馬を聞かせていただきたい。あとは打楽器とかもなんかね、打楽器はなんかできそうですよね。そう、いろんな楽器の人にね、うん、やってもらいたいですね。はい、はい、ということで、はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。メリークリスマス。